はい、どうも皆さんこんにちは。有苫兄弟の有苫とトトマです。ということでですね、まあ本日はまあねまあ週末ということで、まあこちらね、ロブドックスの週じゃない間違えてごめんなさいね、ちょっと。はい、ね、こちらのスパイダーっていうねゲームで遊んでいこうかなと思います。でね、これどうやら雲側と人間側にね分かれて戦うことが、あ、なんか戦うじゃん、逃げ回るか、うん、逃げ回るっていうねゲームね、すごいな、面白そうだったんでね、ちょっと今回実況しようかなと思いました。じゃあね、早速やっていこうと思います。はい、あー、よかった。あ、ね、3人なんか降ってきたな。え、こいつがない、これ誰かのなんかとこに行く、こい、いや、こいじゃない、ちょまあ3人だしね。あー、もう動きがもうバグってんだよ、うん。あー、ちょっと待って、って言わない、今回こいつが、なるほど、雲になるみたいな、そういう感じか、うん。別の人の指を引っ張ることはありません、もう相変わらずもうね、日本語訳はねバグっております。もうね、そこは突っ込んでもね、まあしょうがないんでそこは、ね、まあ皆さん許容しましょう。クソクソスレって、もうマシュマロでしょもうなんかね、本当になんか口がちょっとこのおじさんね、まあ悪いみたいです大丈夫か。でも俺は、うん、なるほど、何もなかったけど調べに行くってなんか言ってました。フラグだよな、うん、もうね、おお、おお、このもうバツ丸の顔がさもう本当にシュールだよね。本当にこれいつ見てもこの絵柄がさシュールだよね、うん。なるほど、助けを見つけることができる、うん。何を言ってんだ。スタートかな。おお、よかったよかった。あ、ベーコンくんが来ましたね。これは何、これは。あ、ここのボタンでなんか窓を開けたりとかできるのか。うん。さあさあさあ、じゃあ進むか。で、なんだここは。ん？ここは？あ、鍵を見つけろみたいな感じか。ん？何これ、はしごが欲しい。お、なんかすごかったよ。あ、なんかレンチを取れたけど、ね、このレンチって、ね、必要、あ、バールが必要。あー、ちょっとこれ、あー、なるほどね、これアイテム集めっていうか、はしごでーす。え、そして雲がどこにいるのこれ。んで、え、これは何、このグリーンキーって何これ。緑の鍵をなんか手に入れたんだけど、うん、これはどこに使えるのかわいいな、頑張ろう。んと、あ、え、え、外にいる、なんか変なのいる。え、ちょっと何やる、え、ちょっと待って、見たい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 。え、どこにいるんだい、絵的に、ここにいんの。え、じゃあ見に行く。あ、いや、え、ここ、うん、ここじゃん、外側にいる。どこ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 にいんの。えよ、え、なんか変な声聞こえんのよ。ん、え、大丈夫これ。え、どこにいんの。あシュールだな。あー、なるほど、いろんなアイテムが散らばってるのか。赤い鍵、赤い鍵ってどこで使うんだろう。あ、赤い鍵あったよ、赤い鍵、使うところ、どこどこどこ、あ、こっちこっち、もうこっちって言われても分かんない。本棚のところ、本棚どこだこれは、うん、てかさ、これジャンプできなくねえか、こっちこっち、ほらほら、なんかこれだ、ここか、はい。え、なんか今さ、なんか変なさ、叫び声がさ、したんだけど、何それ、何この、何このバッテリーって、え、これどこにいんの、そもそもこの雲がさ。いやー、なるほど、なんかさ、今なんか糸みたいなものがさ見えたのよ。あ、あ、あ、え、え、え、あ、あ、いるいる、建物ないそれ、なんかいる。何それおい、もう見えてるからな、そんなの。もういや、ただ緑の鍵を開けに行く。何この雲を捨て、おはい、まあ閉めときましょう、うん、何もいませんでした
もう無理があるよね、うん、無理があるけど、でもね、まあ、そこはもう見なかったことにしよう、うん、え、だってもうさ、もう 見たくないじゃん、あれ、ね、もう臭いものには蓋をすって言うけどさ、で汚いものにはね、蓋をちゃんと、ね、していきましょう。これ何これ、ね、C4 って何これ。あ、C4、ね、C4 って何これ。あー、壊せない、うん、爆弾で壊せない、これ、うん、これやだな。んとね、これつんだ、やばい、何してんの。シュールだ。なんか行くとこなかね。あいつさ、どこいんの。あー、いる。うわ、キモ。気持ち悪い、あれ。やあ、もう階段してる。いや、もうだからな、何それ。シュールな絵。何これ。あれ、なんか、あー、大丈夫か。死んだし、とりあえず死にます。ちょっと進めないじゃん。あー、今回のね、この雲の人ね、多分上手い人ですね。うん、うまいね。通路に雲側は、なんだろう、さっきみたいに雲の巣を仕掛けれるのかな。うん、でそれでなんかどうにかできるみたいな。うん、で青い鍵がない。うん、なでもな、何これ、もうなんかさ、すごい迷うな。くねえか。え、ちょっとチキってるけどさ、これちょっと どうにかしないとさ。え、何これ、あの外に行かないといけないって言ったとか、うん、でもあれ、でもいるのよ、あそこに。なんかさ、人が、人じゃない。え、え、あー、うわー、お前の犠牲を無駄にした。うわー、で、これは C4 じゃなくて、なんかな、C4。 失礼しました。で、動きない。すごい、ここの中だ、みんな。あ、積んだ、積んだ。あ、待て待て、隠れてまいて。いや、もう、いけないよ。隠れてまいて。え、え、持ってたっぽいね。あー、やった。ここ、あ、黄色い鍵が必要みたいな感じかな。うん、で、何ここ。うん、あー、ここ、あ、中に通じるのか。あ、待って、黄色い鍵持った。あー、ナイス。よし、行こう。何が出た。パープルキーってさ、何の鍵。あ、緑の鍵ってさ、確かあそこにいたんだよな、あったんだよね。え、そしたらなんか意味の分かんないやつ。うん、もう大丈夫。うん、すごいね、人が増えて。いや、でも人が増えるっていうこと。おお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 お。なんかね、こいついろんな蜘蛛の巣、あー、蜘蛛の巣になんか引っかかったな。大丈夫か、お前。うん、大丈夫。あー、よかった。はい、はい、え、なんで。あー、電池ってさ、なんか奥になかった。あ、待って、2回行った。その大丈夫か。あー、よかった。あー、来てる。よし、後ろから来てる。大丈夫、はい、行くよ。おい、もう俺の後ろに来るな。うん、もうみんな嫌がってんじゃん、雲に追われることをさ。さあ、あれ、電池がないな。あれ、で、電池ってここら辺になかったっけ。うん、あれ、待て、なんか壊した音聞こえなかった。これはなんかどっかで茶色い木を見つけないといけない。ああ、あだ。よし、で、これもうバッテリー、これ取った方がいいもんな、だね。で、こっちはおとり側にして、で、これをね、引きつけていきたいところではあるが、まあね、どうしようもないんで。はい、
なのでね、あらかじめここになんか通ってる抜け穴みたいなのをね、これ使うのが多分これ一番ねいいのかなと思います。でここはあーよかった、やった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 、あれはい、くもさん、あうん、いいんですか、はい、よし、あと紫色の鍵があればいいんだよね。あとは今のうちにこれ大丈夫、これあ大丈夫、えあれ雲、あれ雲のもう、あ、唖然としたじゃないよえ、てかさね、脱出できるっていうのはもうそう、もうあとはなんかこの紫色の鍵を見つけるだけなんだけど、この紫色お電話持ってる、お電話持ってる、お電話、あー、出口方向にね、これ来てもらえればいいかな。あー、やったやったやった、え、これ、え、これ、クリアおやったやった、よし、出よう出よう、うん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 、やっぱ、ボロボロとか言うなはい、終了、ゲームも終了あー、あ、ちょっと音量中、今のでもこの今のところっていうのがさ分かんないのよ、うん、あーよかったよかった。でなるほど、これ遊ぶとなんかこれでもらえるのか。ショップってこれ何があるの、あ、クモのスキンみたいなものがなんかこういう風に売ってあるらしいですね、うん、じゃあこれせっかくだしそれじゃ買うかよし、じゃあね早速2戦目やっていこうと思います。いやさ、やっぱさ週末だとさ安心感あっていいよね。あーよかった、いやー5人ってさ結構安心すんのよ、うん、さ3人だとさなんかこの逃げる側がさ少なくてちょっと怖いじゃん怖い、いや、え、わ、私だけ人がさ少なくて怖くなって、いやーこれちょっと雲側ちょっとこれやってみたいね。さあ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 誰に行くんだ、カモン、え、これは誰に行くの、うんうん、あ、あはあっと、ちょっとこれはちょっと画面見られたくないな、うん、ということでね、ちょっと今回はねこの単独プレイでいきましょう、うん、なるほど、投票が対しました、うわあ、気持ち悪いうわキモい、キモい、お前もうそんな腰振るな、お前怖っ、え、こっな、ないっす、なんかこのトラップっていうのはなんだ、このなるほど、トラップを配置できると、紫色の経路、ああなるほどね、登れるっていうことか、要は雲であればここ登れるよと、あ、楽しそう、ちょっとさあじゃあ早速人をね食べていこうともう物騒だね、いきなり物騒だよ、物騒だね、あれ一人さここら辺どっかいたはずなんで、さあさあどこにいるんだ、おーっとちょっとそれは甘えたんじゃない、うんうんうん、お遅いな遅い遅い、ちょっと、あ、クモって足が遅いんだ、なるほど、あれ、え、なんかさ数年、ね、これ結構に人数いいんじゃないの、他の人はどうした、あれ、あ、うん、え、嘘、俺だけえ、負けたんじゃないこれ、兄弟だけもしかして、あれ、え、そんなことない、はい、でここ開けましょうか、うん、さあ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 、何してんの、何をしてるの、待ってよ本当に遅い、あ、回復とかはしなさそうです、はい、あああ、はい、いただきます、あー、え、ほ、え、ほ、他にも なんかいるな、他にもなんかいた、あやった、ではね早速兄弟のね、兄弟、うん、兄弟じゃねえ、え、兄弟か、うん、あれ兄弟あ、なんか今いたな、なんだ今の、なんだ今の、あれ、え、何言わなくて、え、誰かいなかった今、俺の気のせいかな、あれ、あー、いたわ、なんだお前、食わせろ、
いやもう食わせろっていいよ。まあ言い方もまあ言い方だけどさ。何じゃない、あれこれ買わせたお前、え、いや、え、あシュールすぎる。さあ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 順調に食べていっておりますが、さあ残りは何、もう知らん、あ、いた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 、もうこいつラストじゃない、あーた、いや、やめろお前、それはダメだよその鍵ダメだ、行かないでくれ、やばこいつ、え、あー、いあれこいつさっきいたよな、待って待って、あ、待って、嫌な予感がするこれ、じゃあ同じアバターのやつ2人いるだけだよ、え、ほんと？なんかさ、名前も一緒のやつがいいんだけど、俺の気のせいかな？まあ気のせいでしょ。いやちょっとこれ絶対勝ちたいな、せっかくここまでさなんか順調に進んだんであれば。でこれさ残るやつらがもうこれどこ隠れてるかよね、おっとなんだここは、あーっとちょっと、あーもう怪しくもなんともないもう疑心暗鬼にさ なりすぎて、あーでもまだはしごが、あ、でもはしごがまだ見つかってないんだよ、これさ結構楽じゃない、え、いや楽じゃない楽だと思ってんの俺だけ、うん、なんかトラップがないからさ、これぶっちゃけもうあとはもう無限にこれ逃げられるわけ、逃げられ続けるわけですよ、あーっとそれはもう、うわお前なんだそれ、おいずるいぞお前、え、二人いないお前ふざけるなよお前らおい置いてきなさい、やばすぎる、あーダメだお前さ、これさ絶対捕まえらんなくなってんじゃん、え、もうずるいってそういうのすっごいシュール、おーちょっとなんでよなんで、いや、え、でももうこれさ、これに逃げられなければさこいつら負けるからさ、もうこのまんまでよくないもう必勝法、必勝法見つけたから、うん、いいよもう、君たちがもうはめるんであればね、もうあのじゃあ俺らももうはめていいよね、うん、はい、すっごいシュール、あー、はい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 、そう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 、諦め、出てきなさい、さあ、あとは一人ですよこいつ黄色い鍵持ってっけ、動けないじゃん、あれ今さ、こいつ以外誰かいるのか、あー、やった、なんて書いてんのわかんなかった、英語が読めない、致命的でしょもう、うん、ね、でもねもうまあね、皆さんロブロックスにねやっぱ必要なのはね情熱だって、うん、この英語を読む力なんていうものは必要ありません、はい、え、なんか、あ、設定でいじくれる、うんうん、でもこのまんまの方がいいかな、いやここはね、どっちでもいいやどうでもいいところで苦悩してる、うん、いやもうね今週ね、あの夏休み終わるとさすごいさこの学校がある一日がさ長く感じんのよ、うん、ね、もうあのまだ夏休みがね、まあ、続いているね人たち全力で楽しんでください、俺らの分まで、うん、もう終わってしまい、もう終わってもうしまいましたからね、あーこいつさっきなんか私がな食べた人じゃないもうはい、もう何回ももう見てる何回もね見てるんです、ちょっとスキップさせてください、あと一人なんです、名前がもうゴージュさんなんかありきたりだよね、そうな名前がああやったやった、スキップしてくれてありがとうございます、じゃあね早速次はね人側で絶対貸したい、何これ、何このオレンジキーって、オレンジキーってさ何オレンジキーって、なんかみ緑の鍵がある、何緑の鍵って、あれ
緑の鍵ってさ、どこへ使うんだっけ。あ、アイテムの配置がさ、これランダムになってんのか。やば。すっげーよくできてんじゃん。ちょ、何これ。え、何かあった。何もない。お前、えぐない。えぐいね。で、緑の鍵があるからこれで倉庫は開けれる。さあ、何がある中には。これとクローバーレンチ。まずクローバーが欲しいね。まずこのクローバーが欲しいっつうことで、で今ね、このクモくんがどこにいるかなんですが、どこなのか。え、どこへ捕まった。あいつ、あ、いるわ。あ、いるキモ。あ、もう生理的に無理。こいつは こいつはもう生理。あ、積んだんだよ。積んだ、大丈夫。積んだ。え、はい、皆さん、1個ずつ弟が積みました。あれ、見逃してくれるのか。え、でもね、見逃すわけがね、ないんですよね。ごちそうは見逃さないそうです。そうですか。あ、これクローバーここでも使えそうですね。助けてえ、はい、騒いでね、おりますが、助けてよ。あ、死んだ。あれ、死んだって。あら、まあね、それも、まあ、勝負は時の運と言いますんで、はい。おお、いや、でもね、これは余裕です。あの、私に任せてください。はい、もうあの、これからもね、逃げるなんて、もうあのもう私もう知っているんで。知ってるじゃない、うん、知ってるというか、なんか常連みたいなんでね。はい、じゃあね、ここの上にね、登って。え、ここの上ってさ、何もアイテムなかったっけ。あれ、あったような気したんだけど、あ、何もねえわ。どこにクモがいた。あー、いる。あー、なるほど。あの、なんかこれ死んでも、なんか感染機能みたいなのもついてて、なんか他の人たちの戦い見れるわ。戦いというより、クモから逃げる様、うん、サバイバルみたいな。そう、なんかサバイバルゲームになってんだよね。あ、大丈夫か。で、あ、で、この電池、これはちょっとやばいんじゃない、やってることが。どうしたんだい。ゴールドキーってさ、何があったっけ。あれ、ゴールドキーってさ、どっかに置き忘れてんだっけ。あれ違う、これじゃねえ。電池でもね、ゴールドキーが欲しい。なんか今さ、なんか弟の方から陽気な音楽がさ、なんか鳴ってんのよ。何この音。あの、感染機能っていうのがあって、ゴールドッキーがあればいいんだ。え、嘘、そこ登れるの。あれ、ゴールドッキーがさ、なんかないんですよ。ちょっと、ちょっと言っていい、 こいつえぐいことやってる。カット。はい、ということでね、ここのシーンはカットになりました。絶対遊びに来てる。はい、というわけでですね、はい、本日はね、こちらロブロックスとね、スパイダーの実況プレイしていきました。皆さんどうだったでしょうか。んーとね、ちょっと途中ちょっと家族がね、乱入するっていう、まあアクシデントが、ね、まあ、ありました。そこの部分はね、ちょっと改めてカットさせていただきます。まあのね、これ雲側とね、やっぱこの人側にね、こうやって分かれて遊ぶっていうね、なんかすごいね、なんか面白かったですよね。うん、いろんな感じで。ああ、でもな、一人でやるよりも、なんか何人かで、ワイワイやった方が面白いかも。うん、やっぱりね、これ友達とかとね、まあ、みんなでワイワイ遊ぶときにいいんで、皆さんもね、ぜひやってみてください。この動画がね、面白いと思った方は、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。それじゃあみんな、次の動画で。じゃあね。